はい、皆様改めまして、こんばんは。オーストラリアのゴールドコーストから生中継をお送りしております真っ赤清美でございますけれども、今日の、CM オープニング動画の方には今まさにですね、ゴールドコーストブリスベンの周辺はあの美しい薄紫のジャカランダが満開なんですね。あの桜のような感じで先にお花が出て、それであの後からこう葉っぱが出るあのお花の木なんですけれども、本当に皆さん天国みたいな風景なんですよ、今オーストラリアはね。そして、このジャカランダが満開の、この時にですね、甘い香りに乗って日本の、言霊文字のアーティストの静井さんをお迎えすることができました。まさしくこのジャカランダのこの薄紫の色が静井さんの私イメージなんですよね。はい、それでは、第4部ということでお送りしていきますけども、いよいよこの運気上昇のですね、言霊文字で私のオリジナルの言霊を描いていただいたということですので、さあどんなことになるんでしょうか。なんかもうワクワクして、1週間ぐらい前からですね、もうドキ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 なんですけども、早速回線の方、静井さんの方に結んでみたいと思います。はい、静井さん、それでは引き続きましてどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやー、もうワクワクドキドキなんですけれども、今日はそのワクワクドキドキの前にやっぱりいろいろなね、回線のトラブルとかいろんなこと起こりましたけれども、はい、静井さん、それではビデオモードにしていただいてよろしいでしょうか。はい、ねえ、はい、まあ、ライブなんでいろいろありますけれども、ね、今日も本番前に急に写真が開けなかったりとか、はい、今日も、ね、ちょっとした回線トラブルとかありましたけど、まあそんなのも乗り越えて第4部していきたいと思いますけども、はい、はい、先ほど、まあ、いよいよね、世界に向けてグローバルにまずニューヨークの方に飛び出していかれるなんていうふうなお話がありましたけれども、はい、はい、それでは早速ですね、まあ、世界に飛び出していくパート2というような感じでしょうか。あのこれからどんどん、はい、あの海外とのお客様とのやり取りも増えてくるような気がするんですよ。この間もね、あの日本の、パワー女子ランチ会のでハワイのチェコさんにもご縁がね、あの結ばれましたし、そうですね、ね、はい、あのまあ、人から人にどんどんこのいいご縁のリレーという形で今シスイさんのこの、言霊文字が広がっている感じがしますが、今日は、はい、地球の反対側になりますけれども、南半球の、私、真っ赤い清美にですね、オリジナルのスピリットアートを描いていただいたということなので、はい、まずこの描いていただくまでの、ちょっとしたエピソードからご披露いただいてよろしいでしょうか。はい、はい、ですね、もう本当に美しい文字が仕上がったんですけれども、はい、真っ赤い清美さんっていう言霊なんですけれども、はい、なぜかですね、スーフィーの音楽がすごく聴きたくなりまして、ほうほう、はい、イスラム神秘主義みたいな、あのイスラム音楽なんですけれども、なんかそれがすごいこう常にこうぐるぐる回って聴きたくなって、でたまたま私持ってたので、それをずっとかけながら書かせていただいてですね、はい、で、ちょっといろんなイメージが降りてきたんで、先にお見せした方がよろしいですかね。そうですね、はい、はい、お願いします。では、こちらがですね、はい、こういうお見えになりますでしょうか。うわー、素敵。これが、もう本当すっごい美しいなって自画自賛なんですけど、すごい、これ真っ赤い清美さんって書いてあるんですけれども、うん、はい、本当に絵神のような、本当に美しいな、自分でもこう書き上がってからもずっとしばらく美しいなって眺めていたんですけれども、はい、こちらが真っ赤清美さんの、言霊文字になります。スピリットアートですね。色もやっぱりこう赤と、まあ、オレンジと黄色っていう感じのがこうすごい神々しく光ってるのが浮かんでいたので、はい、なんかそれをバックに配置させていただきまして、それで書いてる時に、はい、なんかこう映像が降りてくるんですね、常に私は。で、その映像を翻訳したものを、言葉に翻訳、言霊に翻訳したものを、言霊メッセージと言っているんですけれども、それを今からちょっと、はい、読ませていただいてよろしいでしょうか。はい、ぜひお願いいたします。はい、じゃあ、真っ赤い清美さんの言霊メッセージです。はい、大変気高く神々しく、そして大変美しい言霊文字が現れました。この言霊文字が運んできたイメージでは、あなたの周りは常に清らかな水があふれ、木々や花も天からの輝く光を受けてきらめいて、途切れることなく実る果実が甘い香りを漂わせ、まさに楽園そのものです。あなたはその楽園の女王、もしくは女神のような存在です。一
人々は砂漠の中のオアシスを求めるようにその楽園に憧れ求め寄ってきました。あなたは不幸な人々を見ると嘆き悲しみ、望むままに楽園のものを分け与えました。人々を救うためならば自分の血すら分け与え、その身を犠牲にすれば多くの悲しみが癒えるならばとばかりに、涙とともにその身もすり減らしました。ですがこの世を夢の楽園にするためにもうその犠牲は必要ないのです。あなたに与えられた豊かさ、清らかさ、美しさは途絶えることがありません。身を削って人々に与えるのではなく、あなたが天から受け取りそれを与えればよいのです。あなたがどんどん喜びを享受し、愛を放てば放つほどあなたの周りが豊かに潤ってゆくのです。天からの恵みがダイレクトにスムーズに届き溢れさせるように、あなたの楽園をよみがえらせてゆきましょう。あなたの繊細で清らかな美意識が喜ぶエネルギーで楽園を満たしましょう。自己を犠牲にすることなくその恵みを喜び享受して溢れさせるほど、それを周りで受け取る人も増えるのです。あなたに与えられた恵み、喜び、美しさ、豊かさに感謝し、どんどんと享受しましょう。何かを犠牲にしなくてもそれらは途切れることはありません。そして何かを犠牲にしてこの楽園を守る必要もありません。あなたとご縁がある人はあなたから何かを奪っていく人ではなく、共に生きる仲間なのです。この楽園で安心して幸せにこの世に生きる素晴らしさを享受してください。これがきよみさんの言霊メッセージになります。これを書きながら、その絵が降りてきてですね、はい、このメッセージになりました。はい、ちょっとあまりにもですね、はい、ちょっといろいろなことが偶然と思えない出来事が今同時進行実はしてまして。そうなんですか。びっくりしました。あ、本当なんそうですか。いやいや、本当にどこから説明していいかなっていうぐらい、びっくりしました、はい、もうどこから話したらいいんだろう。感動してしまえばここが声がひっくり返っちゃってるんですけど。大丈夫ですか。はい、私よく皆さんから見られてるイメージっていうのが、はい、青っぽかったりとか、それから黄色っぽかったりするみたいだったんですよ、皆さんがね。それで、はい、自分の中ではなんか青っぽいなってずっと思ってたんですよ、それが今ですね、シズさんもお会いになったかもしれないんですけど、はい、この間の銀座のパワー女子ランチ会ありましたよね、はい、あそこで実はね参加した方なんですけど、はい、30年間もいわゆるウェブの業界とブランディングの業界の第一線でご活躍をされているデザイナーさんいらっしゃるんですよ、はい、それで彼女との出会いもすごく鮮烈で、その9月に私が日本に仕事で向かう飛行機ですね、はい、そこにたまたま彼女が乗ってたんですよ。それで、その時点ではすごいですね、もう運命の女子会ランチを申し込んでらしたんですよ。素晴らしいです、すごい強制ですね。それで飛行機が一緒だったんです。でしかも彼女はシドニーに滞在してて、それでシドニーから直行便で東京を飛べる便もあるんですけど、そうではなくて、たまたまそのゴールドコースト経由の飛行機を取ってたらしいんですよ、それで一緒に飛行機になりまして、それで運命のランチ会に出席される前にもう実は会ってたんですよ、飛行機の中で。書き込みのあの方ですね、そうですそうですそうです。それで彼女が実は今私のブランディングデザインをしてくださってるんですよ、で彼女の選んだイメージの色がこの色なんです、はい、びっくりしました。オレンジなんですよ。でしょ、ね、本当にまさしく今日その私のブランディングをしていただいている画像が届いたんですけど、メインカラーでこれから使っていきたいなっていうカラー、彼女が選んだのがやっぱオレンジなんですよね、びっくりしました。すごいですね、デザインで彼女の、彼女のだからしていただいたデザインとこの出自さんの書いていただいた言霊文字の真っ赤い清美のオリジナルが実はすごく色のトーンとか雰囲気が似てるんですよね、はい、本当ですか。ちょっと嬉しいですね。鳥肌立ちましたよ本当に。すごい嬉しいですね。だからそれが
同時進行で全く違う場所で、同じトーンで進行してたってことが分かりました。いや、嬉しいですね。私もすごく嬉しいの、それ。すごい、今 鳥あり肌がとうご立っざいてまますす。よ。すめっごちゃい嬉しいですな。ね。それで、その今いただいたメッセージなんですけど、はい。私もインターネットのオンライン講座をしていて、皆様のウェブでのね、集客法だったりとか、ご自分が上手にこうウェブ上で宣伝をしていく方法なんかをお教えしてるんですけど、確かに2年ぐらい前の私ってまさしく身を削ってやってたところがあるんですよ。なんかこうちょっと苦しくて苦しくて走り続けてたみたいなのあるんですよ。今はそうではなくて、先ほどシスさんにいただいたメッセージの通り、どっちかっていうと、もうなんかこう皆さんに上手にこう回してもらってるというか、ご縁とかいろんなものをこう何でしょうね、運んできていただいてるような感じですよ。だから自ああ、分で素持っ晴らてしい。る知識とかもちろんこう全力でお教えしてるんですけど、自分がこの講座、オンライン講座とか始めた時の苦しさとは全く違うイメージですね、今自分の中では。ああ、素晴らしいですかね。つては本当にこう血肉を分け与えるような感じになってましたね。本当そうそういういうとイこありメージまがし見た。えてましたね。なんか、もともとすごく、いろんなもう、恵みを受けて生まれてらっしゃったんですけれども、でも、それをなんかこう、なんて言うんでしょう、こう削って人にこう与えなくてはいけないみたいな、こう自分を犠牲にしなければいけないみたいな、こう自分だけこう、なんかこう、素晴らしい楽園にいるのではなく、この人たちみんなにこう、自分を犠牲、命をこう削ってでも救い上げなければみたいな、こう、なんかそういう感じだったんですけれども、本当は、でもそうじゃない、もうそれは大丈夫です。これからはもうあなたの楽園をもう一回蘇らせて、ただあなたが幸せにこう、素敵でしょ、この見てくださいって、この楽園を見てくださいって言うだけで、どんどんその、周りの人にもその幸せが及ぶっていう、そういう感じっていうのがすごく元に戻る感じですね。もともと恵まれて美しくこう清らかでいたので、なんか前は世の中に合わせていた感じなんですけれども、世の中はこうだから私もこうしてあげなくてはいけないっていうのがあったんですけれども、今はもうその楽園に世の中を合わせるっていう感じですね。この楽園にいらっしゃいみたいな感じで、なんかそういうスタンスに変わられてるっていうか、戻るっていう感じですね。いや、本当にこういうことってあるんですね。いや、すどうコごい。メントしていいかわからないぐらい、あまりにもシンクロが重なりすぎてて面白いというか、不思議だな、本当すに。ごいですね。なんすか、ごでい。も本当に、清らかで、もう美しいものが大好きで、そういうエネルギーをお持ちなので、なんか、それを、そのまんまでいいんだっていうか、それをなんかもう、楽しんで、喜んでいるだけで、こう、周りの人もそういう、それに預かれるっていう感じなので、もう、あとは楽しみなさいみたいな、そうなんでか好きな世ね、界をね、構築していけばいいんですよと、あなたが本当に思い描いている、こうなったらいいのになっていう、そういう夢の楽園の世界を、もう私だけそんなじゃいけないんだっていうことでなく、ただそれを、もうこんなすごい世界があったらいいのになって、こんな私幸せな世界あったらいいのになって、ただそれを実現するだけで周りの人も幸せになっちゃうよっていう、そういうなんかこう女神的な、なんかエネルギーをもっとどんどん発していいですよっていう、なんか元に戻りましょうっていう感じでしたね。それでね、今その「ことたま文字摩訶易臣」のね、オリジナルを作っていただいたんですけども、これで今もう一つシンクロしてるなと思ったのは、2012年に入ってから、去年はねすごい大変だったんですよね、先ほどお話ししましたんで。で、2012年に入ってから、元旦からですよ、エネルギーがねポーンって変わったのも分かるんですよ。それで今までだと私の仕事柄、どうしてもそのソーシャルメディアとか IT 系の仕事なので、男性が多かったんですよね、お問い合わせとか受講生さんとか。それで男の方が8割強ぐらいだったんですよ、お客様で。それでエネルギーも男性的で、なんかこうガツガツガツっていう感じのエネルギーだったんですけども、それがですね、2010年になってからお問い合わせの比率がですね逆転してきまして、
それで女性がどんどん増えてきたんですよ。女の方がソーシャルメディアをやりたいという方が。素晴らしいですね。それでだんだんそうなってきて、それで多分その9月にも自分の中でその女性たちとのなんかこうエネルギー交換をしたいというので、多分パワーランチも女性だけってやるふうに限定してやってみたんですよね。それで今そのソーシャルメディア の, このスキルを学びましょうっていう本講座をさせていただいてるんですけども、今回初めて、はい、今までたくさん講座してきた中で初めてね、女性だけのチームになったんですよ、はい、ですごいですね。そうで、最初男性も3人ぐらい申し込んでたんですよね、それで、まあ、男性も3人で女性も7人今いるんですけど、で、まあ、10人ぐらいでスタートだったんですけど、それがね、男性の方が何かのご用事があったりとかして、はい、その3人とも皆さんそのスタートできなかったんですよ、はい、向こうあちらのご用でできなかった方もいらっしゃるし、私の方でまだちょっと準備はできないかなと思ってちょっと見送りにさせていただいた方もいらっしゃるんですけど、それで全員その女の方なんですよ今の講座が。面白いですよ、すごいですね、それ女神パワーですね。まあ、なんかその今アドバイスしていただいた通りなんですけども、本当に何でしょうね、はい、楽園みたいな感じの雰囲気ですね、今女の方の、ね、花園みたいな感じですね。あ、もうすごく合ってると思います。面白いですよ、だからやっててね、すごく楽しいし、ワクワクするし、はい、で女性同士 の, 女性だけじゃないですか、その今やってる講座が、たまたまなんですよ、まあ、男性も受け付けてたんですけどね、だから、なんかね、エネルギー的にね、全然違うものがこう生まれてきてますよ、かつてないものが。なるほどですね、最強の、多分かつての中では最強のチームになるかもしれないですね。素敵ですね。でも本当にこうこの世のこれから女性のパワーが世界的に、はい、こうオープンしてくる時期になると思うんですよね、はい、で今までこう抑えられてたっていうか、男性社会でいたものがこれから女性のパワーがうーんと地球上に広がってくる時代になると思うんですけれども、はい、その時にやっぱり京美さんとかのこういう生き方とかこうツールとか、なんか全てが のこれからの女性のこう開花に対してすごいこう、なんて言うんでしょうね、きっかけになるというか、幸せをとか喜びを与えるきっかけになるっていう感じで、本当にまさに楽園の女王みたいな。わあ、すごい嬉しい。今ちょっと画面的にあれなんですよ、すすいさんの書いてくださった私のオリジナルの言霊文字と、はい、その左側に今私のライブ映像を入れて、はい、これ真っ赤いきよみのオリジナルの文字と私が今一つの画面に映るようにしてみてるんですけども。あ、そうなんですか。後でアーカイブ見て楽しみです。すごい嬉しい。本当になんかワクワクしますね。もうこれから喜ぶだけでいいっていう感じの、そういう感じですね。はい、皆様からもお祝いのメッセージを頂戴してますので、ちょっとここでご紹介させていただきます。はい、はい、やはり、マッカイさんの引き寄せパワーすごいと、いやー、ヨタイさん、本当に嬉しいね、楽しいね、よかったねって毎日を過ごしてると、なんかね、やっぱ運が本当に良くなるのかなっていうふうに自分でも思ったりしますよ。ありがとうございます。はい、そして、コミネちゃんからいただいています。つながってると、おお、興奮しちゃうと、ね、この間なんか9月の銀座ではコミネさんとしすいさんもしっかりと、ね、ご縁がつながっていただいたようで、すごく嬉しい。マリアコミネは、ね、さすがまでね、マリアコミネはもう私が一番こう信頼できる、言葉じゃないんですよ、彼女とつながりは。なんかこう魂で会話してる姉妹なんで、彼女の場合はね、もう本当になんかテレパシーで、会話してる大切なお友達なんですね。はい、はい、マリアコミネちゃん、きよみちゃん素晴らしいですと、大きな光が来てるよと、ありがとうございます。そして幸子さんが来てくださってますね。あ、幸子さん、はい、カラーの女神ですね。温かくおおらかで大きく、それでいて繊細な心のきよみさんを感じる、文字で感動ですと、ね、本当にありがとうございます。はい、つながってると、コンサート、ありがとうございます。ミラさんから、シンクロとはまさにこのことですねと、ね、ありがとうございます。はい、素晴らしいメッセージですねと、カノンさん、ありがとうございます。もうカノンさんもね、もう私のもう本当に双子の姉妹みたいな、大切な方ですよ。もう優しいエネルギーで、ね、はい、ね、癒されますよね、そばにいるだけで。そう、まあ、セラピストさんとお仕事選ばれてることもありますけどね、彼女は本当に、ね、お会いするだけで癒されますよね。本当に感じです。
舞台さんからいただいています。マッカイさんって天女のイメージがあるんですがってなるほど、天女ですか、ま、天女嬉しいな。なんか今までこう竜とかね、ちょっとこうなんかこう怖い系のイメージがあったんですけど、そうですね、うん、なんかこうなんか体育会系で非白みたいなイメージがあったんですけど、ね、全然それちょっと違いますね。ちょっとトーンが変わってきた感じがしますね。トムソンさんからいただいています。まさに清美さんそのものの言霊ですねと、涙しましたと、嬉しいな。私もなんか思わず本当にあのジーンと感動しました。たけしさんから美しいですね、清美さんにぴったりですと、ありがとうございます。皆さんからすごくたくさんフィードバックをいただいています。すごい真っ赤いさんって感じですねと、ね、情熱的な感じがしますと、ありがとうございます。陽太さんからいただいております。いやもうなんとコメントしていいのかな、不思議すぎてすごいびっくりですね。本当にもうどうコメントしていいかって、先ほどあのそのメッセージを紹介してた時ね、はい、びっくりしました。でも本当にあの多分今まではやっぱり世の中に合わせて戦いモードもしなきゃいけないっていうのがあったんですけど、それはすごく無理してやってらっしゃったので、本当はもう女神、そう女神で、あの本当にキラキラしたものが好きだし、美しいものが好きだし、光が好きだし、花が好きだしっていう、でそれをもう幸せって本当はそういうのを感じて生きていきたかったところを世の中に合わせてちょっと無理していたんですけれども、もうやっともう元に戻れますっていう、こう女神の世界に戻れますよっていうか、はい、本当にもう喜びとか光とかそういうなんかエネルギーの人なんですよね、はい、なのでもう綺麗でしょってものが大好きみたいな感じで、本当に清らかなものが好きなので、はい、なんかもう本当それだけでいいんだよっていう世界に戻れるので本当に良かったです、はい、よかった。もうあの今日帰っていただいたこのオリジナルをもう私の看板として大切にさせていただいて、そのこのいただいたアドバイスと一緒にね、これからあの、はい、一緒に私 の, あの心の中であの歩いていきたいなって思います。今度言葉もましたね。どうもありがとうございます。すごい。もう楽しいお時間は本当にあっという間で、今日はあの、はい、本来は1時間の番組なんですけども、今もう1時間45分も私興奮してしまってお話が長引いてしまいましたけど、今日は本当にたくさんね、あのお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。せせさん、あの最後にあのワークショップのお話とか、それからこの言霊文字のね、はい、ぜひ皆さん参加してみたいとかね、あの、はい、おっしゃる方多かったので、シスイさんの方からちょっと告知の方などお願いしたいんですけども、はい、まずワークショップなんですけれども、はいはい、どんな風に皆様アプローチしていったらよろしいでしょうか。そうですね、あのメールとかいただけたらの告知をお知らせさせていただいてますので、はい、あまりこう大っぴらにしてないんですけれども、はい、ぜひご連絡いただければ次回からご案内を差し上げますので、はい、ぜひあの Facebook とかメールとかで、はい、あのつながっていただけたらと思います。はい、まあ、Facebook の方で、ことたま文字、はい、しすいというふうに紫の水と書くんですけど、ことたま文字しすいさんで検索していただきますと、はい、今のこの扇に隠れた美しいお顔のアイコンが出てくると思いますので、それであの皆様あの Facebook のねお友達リクエストのもこれは基本ですけれども、あのぜひ皆さんあの一言メッセージを添えてしすいさんの方に、例えば、まあ、ソーシャルメディア TV を見ましたとか、誰々さんのお友達です、必ずメッセージを添えていただいてしすいさんの方にね、はい、リクエストしていただくといいですね。あ、はい、はい、ありがとうございます。あと、はい、ホームページもありますが、はい、ちょっとまだ昔の新品文字のドメインになっちゃってて、はい、今この言霊文字でドメイン申請中なんですけども、はい、そちらでもいろいろご案内させていただきますので、はい、あのとりあえずFacebook でつながっていただけたらご案内させていただきますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。このライブの録画のこの下の方に URL の後ほど、はい、この辺りに出てまいりますので、ぜひそちらの方からあのしすいさんの方にご連絡いただきたいと思います。そして、ありがとうございます、はい、楽しいワークショップに、続いて、まあ、こうしたあのオリジナルの言霊文字を書いていらっしゃるということで、こういった開運というか、はい、運気上昇のための言霊文字がいろいろな名刺になったりとかね、はい、あとアートになったりとかしてるわけですけど、そういったお申し込みの方も、はい、ぜひしすいさんの方にねご連絡いただければと思います、はいはい、ね、よろしくお願いします。すごい、私もこれで名刺作っていただいてよろしいですか。ぜひあのお仕事でオーダーさせてもらってもいいでしょうか。
ぜひぜひありがとうございます。このなんかこう嬉しさとか運気の良さとか書いていただいた文字をご縁のある方にね、私の名刺としてお渡ししたいなというふうに思いますので、ぜひお仕事で作っていただいてよろしいですか。あ、はい、どうもありがとうございます、はい、ね、嬉しいです。私の看板で、はい、使わせていただきます。ありがとうございます。さあ、それでは、楽しい時間あっという間でございましたけども、これから、まずニューヨークの方からね、世界に向けて、羽ばたいていかれるということですけど、はい、ぜひこのソーシャルメディアを味方につけていただいて、はい、このソーシャルメディアはインターネットがつながれば、はい、まさしく世界の地球の裏側までね、瞬時にこの情報が届くというメディアでございますので、はい、どうかこれからもグローバルなご活躍を楽しみにしております。最後に視聴者の皆様に、はい、シスイさんの方からメッセージの方お願いします。はい、はい、今日は長い間どうも本当にありがとうございました、はい、で皆さんも本当に魂が美しく生まれていらっしゃるので、そのまま元に戻って本当に皆さんで素晴らしい人生と地球を作っていけたらと思います。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日は、言った魔文字開運アーティストのしすいさんに生放送でご出演いただきました。しすいさん、今日はどうもありがとうございました。こちらこそどうも本当にありがとうございます。長い間ありがとうございました。また12月に日本でお会いできるの楽しみにしております。はい、私も楽しみにしております。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、さて皆様いかがでございましたでしょうか。今日は言霊文字のね、開運アーティストさんということで、私も大好きなお友達のしすいさんにご出演いただいたんですけれども、なんかこうしてご縁がどんどん深まっていって、そして2人が出会うことによって、今度は私のお友達としすいさんのお友達がまたどんどんこうご縁が深まっていくと、こうした幸運と開運のパワーセッションというかですね、パワーの融合みたいなのをどんどんこれから広げていきたいなと思いますし、またしすいさんのねワークショップなんかもすごく興味がありますので、私も参加したいなっていうふうに思っております。今日は本当にたくさんの皆様に視聴とご参加をいただきましてありがとうございました。皆様のもとにも、日本初オーストラリア経由世界に向けての、開運いいエネルギーをお届けできましたでしょうか。さて、それでは、また、このソーシャルメディア TV にはたくさん、開運運気のいい方、元気のいい方、たくさんの方がゲストに続々とご出演していただきますので、ぜひまた次回の番組もお楽しみになさってください。それでは今日はこのあたりで失礼させていただきます。ありがとうございました。おやすみなさい。